アパハナウモクアケア海洋ナショナルモニュメントは、アメリカ合衆国ハワイ州の北西部分の北西ハワイ諸島全域がナショナルモニュメントに指定されている。2006年6月に面積36万平方キロメートルとして制定されて、同年8月にはさらに151万平方キロメートルへ拡張されたので、自然保護区としては南極のロス海に次ぐ、 世界最大級の面積を持つ。アメリカ合衆国内では、すべての国立公園の総面積を上回っている。パパハナウモクアケや海洋国家記念物、パパハナウモクアケや海洋国定遺跡保護区などとも、訳される。2010年7月には、東端の日本島から、西端の暮れ干渉までの全域が、世界遺産入りを果たしている。霊山島には、 世界中にいる1300頭のハワイモンクアザラシのうち250頭が生息し、フレンチフリゲートゼではハワイの青海ガメはここで繁殖するなど、ハワイ人におなじみの貴重な自然が息づいている。北西ハワイ諸島の保護区設定は1909年のセオドアル・ルーズベルトの大統領令から始まった。その後、フランクリン・ルーズベルト、ビル・クリントン各大統領時代などに、 段階的に進展し、2006年6月に、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領によって、北西範囲諸島海洋ナショナルモニュメントが設定された。これが2007年2月27日に解明され、現在の名称となった。パパハナウモク・アケアという名称は、ハワイ人の宇宙論では、母なる大地の神、パパハナウモクと、父なる天空の神、ワーケアの合体により、 ハワイ諸島が生まれ、ハワイ先住民も誕生したことを思い出させるように命名している。2008年1月30日に世界遺産センターへ正式な推薦書が提出された。世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議と国際自然保護連合は共に世界遺産としての価値を認めたが、アイコモスは保護区の名称であり推薦名称でもあった。 パパハナウモクアケア海洋ナショナルモニュメントは自然的価値の側面が強いため複合遺産として登録するならばパパハナウモクアケアの島々と海洋景観とするか単にパパハナウモクアケアとすべきことを勧告した2010年の第34回世界遺産委員会で正式に登録されその名称は単にパパハナウモクアケアとなった アメリカ合衆国の世界遺産としては、初の複合遺産であるとともに、世界遺産になった初の文化的景観でもある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。この世界遺産は、ハワイモンクアザラシをはじめとする希少な生物の生息域である点、沈んだ島を含む多彩な海洋地形を要する点といった自然的要素のほか、 ハワイ先住民から生命が生まれ、帰る場所と信じられた、宗教上の意義や、ニホア島、マクマナマナ島に残る、ヨーロッパ人到達以前の高校遺跡群といった、文化的価値も特筆される。ありがとうございます。